北朝鮮の中国外交を担当するキム・ソンナム国際部副部長がおととい北京を訪れ、核実験を行うことを前日に中国側に伝えていたとする記事を掲載しました。サングラスの男性はキム・ソンナム副部長とみられます。記事が事実であれば、北朝鮮が中国に一定の配慮をしていたことがうかがえます。